藤川文庫、自家最初六海大京都大学基調資料、デジタルアーカイブ南宋のチンブリ孫による、四川目録。箇条書きで本のタイトルが記され、その後ろに海外が付されている。目録学は、前近代中国の図書目録を扱う学問。中国では、伝統的に図書目録の制作が盛んだったため生まれた。交換学や、半本学と深い関係を有し、 西洋や日本でいう書子学、図書館学、図書館情報学に近い。目録という語は、元は諸目の目次を示す言葉であり、陸朝時代以降に現代でいう図書目録を指すようになった。中国では、この図書目録に関する学問を目録学と呼ぶ。目録自体は世界に普遍的に存在するものであるが、特に中国文化においては学問として、 独自の発展を遂げた。よって、目録学の英訳は一般に、ビブリオグラフィーが当てられるものの、目録学と厳密な意味で概念を同じくする訳語は存在しない。目録学は、高和田学と呼ばれることもある。高和田は、書物と書物を付き合わせて、文字の比較工程をすることを指す言葉で、現代でいう、構成のこと。 両者が指し示す対象は同じだが、目録学という故障は、書物の分類とその目録法の側面を重視し、公和大学という故障は、書物整理の側面を重視する点に相違がある。中国最初に作られた図書目録は、全巻の流教、別録と流、七略であり、これは彼らが、当時の皇室の蔵書を体系的に整理し、その公書事業の成果をまとめたものであった。 これ以来、中国の核王朝において、皇室の蔵書目録を作成する制度が引き継がれた、ほか、宋代に入ると民間でも小規模な蔵書目録が作られるようになった。目録に記録されているそれぞれの書物は、明確な分類体系のもとに区分されて整理、されている。その分類方法は、書物の内容によって大きく四部に分け、その内部で類に分け、 場合によっては、さらに細かく分類し、最後にその中で書物を、戦者の年代順に配列する、というものであった。その分類は、伝統的な学問分野に従って区分されているため、目録の中における書物の位置は、その書物の内容が、伝統的学問体系において、どこに当たるかを反映するものである。こうして完成した目録は、過去の学術全体を体系的、 系統的に反映するものとなり、目録の読解を通してその時代の精神や学術を読み取ることも可能である。伝統的な中国の図書目録は、ただ書物の一覧を過剰を書きにしてあげるだけではなく、分類全体や各書物に対する説明を伴うものも数多く存在する。中華民国の目録学者であるアマリカスズは、目録の形式を以下の3種類に分類した。 少女と解題が両方あるもの。少女だけがあって、解題はないもの。少女と解題が共になく、ただ署名だけが上がっているもの。少女は、それぞれの部類に対して、学派を分析し、著述の趣旨を記述したもので、これによって、その学問の特質や、歴史的経緯を明らかにする。解題は、書物の用紙と著者を考察するもので、著者の自責 時代、学術を記述し、その書物を読んで作者の意図を考察するための重大な情報を提供するものである。古代中国の目録における分類体系は四部分類に基づくものであり、現代でも大量の観石を所有する図書館では同じ分類法が継承して用いられている。その代表例として、以下に東京大学東洋文化研究所の分類法のうち、 部とその回分類である、類を示す。実際にはさらにその回分類として、属と目が存在する。四部分類では、儒教の経典に関連する書物が収められる、胸部が最初に置かれ、一段高い位置を占めることが示されている。これは、分類の順序に価値判断が伴わない、日本中心分類法などとは異なる点である。なお、 日本中新分類法においては、四部分類での胸部の書物は、基本的に、東洋思想の要目、経書の中に収められる。古代中国の目録の具体例として、随所形跡史の胸部、液類の内容を説明する。この目録は、上の三類のうち、少女だけがあって、解題はないものの定材をとっており、まず冒頭で随代に至るまでの書籍の歴史を、外観した後、 胸部の駅類、つまり、軽所である、駅に関連する書籍が、以下のように、関数、著者名とともに箇条書きで並べられている。寄贈十三関心単位三軍節ただ中、収益二管義文講師占い小脱減、残結、両六巻、収益十0巻義軍大手警部詐称区、収益八巻管局大長、毛吉区、暫結、両1 また、武漢丹父長肘下中収益4巻、某。収益9巻5巻広司の定言中。両また、武漢南軍大使は、通る中収益1巻、某。収益5巻巻京州牧、流氷商区。両武漢京州5行十字、総忠市中収益10巻、某。随所形跡市、随所形跡市の胸部駅類には、上に示したような形式で、 合計69部、551巻の書籍が記録されており、その末尾には以下のように、液類という分類全体に対する説明が加えられている。夏、陰、秋の3代には、実に3種の液があった。夏の液は、連山、陰の液は、寄贈といい、秋の文王が記事を作って、それが、週液と呼ばれる。真の文書に際しては、 収益のみは、占いの書物ということで焼却を免れ、そのうちの、せ付け三辺だけが失われたが、それは後になって、河内の一夫人によって発見された。五官の沈元、丁州は、南日地下の液学を伝え、バトールがさらにその注釈を作り、丁元に伝授した。丁元は、液中を、純僧は、液伝を表した。義の王宿。 王室の肘下の駅に宙を施した。両、陳には、定言と王室の二夜の注釈が、国学に立てられた。北西では、定言の解釈だけが伝えられた。隋に入ると、王室の中がもてはやされ、定言の学問は、次第に下火になって、今ではほとんど絶えてしまった。隋書形石史上の二つの具体例から示されるように、隋書形石史は、 書籍の目録であると同時に、漢代以来の学術の歴史を概括するものでもある。この二つの性質を持つのは、随所形跡史に限ることではなく、中国の図書目録は、書物を登録する帳簿としての側面と、学術の歴史を考察する学術史としての側面を合わせ持ったものであった。以上のような目録に関する学問を、目録学と総称する。目録学は、 協議では書籍を分類整理し、解大書録を作成するための学問である。ただそのためには書物の内容の把握と、その分類の意味の把握をしなければならない。目録が作られる手順としては、まずある一つの書に対して、写本、版本を含めた多くのテキストを収集し、交換を行い定本を作り、内容を把握し、これを解大に記す。 そしてその書籍が学問体系の中のどこに位置づけられるか判定し、その分類の中に記録するという流れである。こうした目録学の実務面は、流教、流以来行われ続けていた。また、こうして完成した目録を学術上の交渉に役立てること自体も古くから行われていた。よよしみすずは古くから存在する。 目録学の利用方法として以下の例を挙げている。ある書物が目録に記載されているかどうかによってその書物の真偽を判定する。目録を用いて古書の編目やその併合、分離を交渉する。目録のどの分類に記載されているかによってその書物の性質を確定する。目録に従って失われた本や分類を創作する。 目録に基づいて一章交渉する。目録に記載された生命や関数によって古書の真偽を判定する。これらは諸子学的な目録学の活用方法であるが、以上の側面だけではなく、目録を読み解きその法則を明らかにする理論的な面も徐々に強調されるようになった。目録を対象にした理論的研究が始まるのは難僧の低唱。 通史以降であり、真の小学誠、高和田道義がこれを大きく発展させ、中国学術史を論じる学としての、目録学の意義が明らかになった。また、民国時代に入ると、彼らの学問を引き継いで、よ吉し鈴や陽明たちといった達見した、目録学者が現れ、目録学はさらに発展した。提唱、通史から、国立国会図書館デジタルコレクション。 通詞芸文略の種類のうち、式、漢情関連の書籍を列挙する部分。南宋の定章は、通詞に芸文略という書目を作った。これは、宮廷図書館や彼の個人蔵書を目録にしたものではなく、過去の目録や彼の知識に基づいて、中国の学術史を見通すために必要であると彼が考えた書籍を配列した目録である。 全体は十二類に分けられているが、これは当時主流であった四部分類を基礎としつつも、それでは不十分と考えて細かく分類したものである。十二類の回には、いえ、その回に種が設けられ、さらに細かく周到な分類が可能になっている。定章は類例が分けてあれば、学術はおのずと明らかになると主張し、学術の枠組みを示して、目録を整理すれば、 そこに収められている書物の内容も自然に明らかになると考えた。よって定書は分類さえ正確になされていれば、書物の中身は明らかなのだから、各書物に対する解題は不要であると考え、これを削除した。こうした彼の主張は通詞の講和大略に整理されており、その理論を実践して作った目録が芸文略である。 小学誠提唱に影響を受け、目録学を学問として発展させたのが、真の小学誠、高和田道義である。小学誠が、竜教、竜の授業の意義を要約して述べた以下の言葉は、目録学の意義そのものを言い表した言葉として、よく引用される。学術を弁償し、源流を考えかがみす。小学誠、高和田道義女ここでいう、学術とは、 学問と技術を指す。小学誠は、目録学は、学術的伝承の歴史を踏まえ、その源流を考察しながら、書物を整理、分類するためのものであると考えていた。小学誠は、漢女形文史の研究を通して、互い著と別際の方を唱えた。互い著とは、ある一つの書籍が、複数の分類にまたがる内容を持つ場合、その各部に重複して、 署名を出すべきであるとすること。小学誠は同じ本を一箇所にしか載せられないという考え方は、目録を単に書籍の帳簿であるとするから出てくるのだと述べている。別サイトはすでに存在するある本の中から一部分を取り出し、別の単行本として目録に掲げることであり、これも著述の源流を弁じるために必要な作業であると、小学誠は考えた。 ヨヨシミスズ中華民国の学者であるアマリカスズは、主遺存、敬義公や、四個手栄養、公和田、道吉、洋振り重、七略別六一分、孫徳剣、流教公和田学三尾といった、新朝以来の目録学の蓄積を利用しながら、目録学発尾を表した。目録学発尾は、以下のような構成になっている。目録学の意義とその公用目録学の、 大制目録学の歴史目録学の分類体系の変遷この本は従来系統的な記述や入門書に乏しかった目録学についての総論であり教育的効果を期待して書かれたものである。実際近代の大学の教科書として用いられた。中国古典の研究において目録学が重要であるということは新代の研究年間の頃に学者の間で共有され始めた。 この頃の交渉学者の大なる生は、目録学の重要性を強調し、以下のように述べている。目録の学は、学中、第一の金曜のことなり。必ずこれ、十里とを問い、固めてよくその門を得て入る。大なる生、十七師匠牧一よかすずは、目録学は、専門家の交渉の際にのみ役立つものではなく、一般の学習者によっての手引きの役目を果たすもので。 あることを述べている。目録によって、ある分野を学習するにあたって、どの本を読めばよいのかということを示し、効率的に学習することができる。よよしみは、こうした役割を果たしうる目録として、四個帝王と長のほら、書目等物を挙げる。古代中国においては、春秋戦国時代、すでに竹木を用いて作られた書物や布で作られた書物が多く流通し、 宮廷の図書館には数多くの図書が所蔵されていたと考えられる。真の始皇帝の際、文書が行われて民間の図書の多くが失われた。しかし、館内に入ると武帝が宮廷の蔵書が不全であったことに危機感を覚えて書籍収集の方針を立てたほか、川平成3年には制定によって本の収集が命じられ大きな効果を上げた。なお、琉教、 流以前の段階で、当時の学術の全体的な状況を描いた著作としては、巡史比十二史編、反飛行見学編、創詩天下編、漁師春秋、不二編、式大使公事女などがあるが、これらは当時存在した学派について記した著作であり、書物、文献を中心に構成された学術史ではない。別録と、七略、 生定の書籍収集と同じ政策の一つとして、流教に命じて書物の工程整理が行われた。この作業は流教が死去しても完成せず、相手の命を受けたこの流に引き継がれ、期限前後の頃に完成したと考えられる。流氏不死以外にも、任意広し、因味な、リハシラ国ら多くの学者が協力した。流教がこの時の交書の成果を表したものが、別録である。 書物の編目を序列し、趣旨を要約し、文章にまとめたものを序録と呼ぶが、別録はこの序録だけを取り出し、編集し直したものである。別録の全体は現在は散逸したが、劉教の署名を有する序録として、順子、戦国作、暗子がある。例えば、順子の序録では、まず本の題名、関数、変数を記し、次に一書全体の変名を列挙し、 最後に文章で整理の状況、方法、遵守の伝記、本が書かれた経緯、そして書物の評価が述べられている。そして、竜教の作業を引き継ぎ、竜がその書目を示したものが7略である。7略は図書を大きく6種の略に分類し、これに解説文だけをまとめたセクションである集略が加えられて7略となっている。 七略も現在は散逸したが、漢情系文子は七略を抜粋したものであることが知られている。竜教、竜の交渉と目録編纂の水準は非常に高く、この事業は目録学の出発点であると同時に到達点であるとも考えられてきた。多くの目録学の概説書や研究書においては、彼らの事業を高く評価し、以後の目録化に対する評価は、 総じて低い。竜教、竜の事業の特徴は、書籍を精密に構成した上で、書籍の配列法、分類法を、その由来から考察したことにある。彼らの目録の体裁は、司教や諸教の序に期限を持つ。これらはもともと編目を列挙するためのものであった。また、竜教以前で、同じく次女や少女を含む例として、芝仙、四式や洋遊、方言がある。 漢女芸文詞、漢女から国立国会図書館デジタルコレクション、漢女芸文詞の冒頭部分、目録全体に対する僧序が書かれている。五感の半個が漢女を編纂する際、七略を抜粋して図書目録を収録した。この時、序録の部分は省略され、署名の一覧と少女が残った。これが漢女の芸文詞であり、別録と、 7略は現存しないため、現存最古の目録はこれである。漢女芸文詞は7略に基づき、6部分類を採用して書物を分類した。以上、合計13,269巻の書物が記録される。また、漢女芸文詞には3種類の序が付されている。一つ目は、大序で、全体の冒頭に置かれ、孔子の没後から流教。 竜の図書整理事業までを外観する。二つ目は、略ごとの序下、六つの略に対する解説文で、それぞれの略の末尾に置かれる。三つ目は、略の解分類である、家に対する説明である。中国の図書目録の分類の変遷、六部分類から四部分類へと変化。漢助下文子は六部分類法をとっていたが、五冠の紙の発明、また時代ともに増加する。 歴史書の増加の影響を受け、他の分類方法が試みられるようになった。まず、精神の順次へが戦した中継神簿において、四部の分類方法が試みられた。これは、後部、乙部、平部、長部の四部に分けるものである。等身に入り、李従が乙部と平部を入れ替え、乙部を歴史書、平部を書始百科の書とし、これによって、教、日、 衆をもって称される四部分類が完成し、この形式が現在まで続いている。富人部が独立したこの形式は、この時期に歴史書が飛躍的に増加したことを反映している。ただし、南朝総末の王権が七略に習った七シリングを作るなど、六部分類を取るものも消えたわけではなかった。また、この頃から仏教、 状況関係の書物も合わせて分類されるようになり、現高市著の76は内辺の5部と外編の2部からなる。これは全体の分類数としては7を意識しているが、内実は十数が独立しただけで4部分類の一種である。本書は南朝張の感染目録を継承しており、随所形跡史の分類に大きな影響を与えた。特に南朝張の部定。 原帝の地下では豊富な蔵書が蓄えられ、七六をはじめとする数種類の目録が制作された。しかし、正義の軍隊が都に侵入すると、原帝は宮廷の蔵書を焼き払い、相当数が失われてしまった。その後、隋によって中国が再統一される前後、牛、広氏の案によって、懸賞金付きで民間から書物を集め、宮廷図書館の蔵書が強化された。 随代には、海洋四年四部書目や、巨前身の七林、王将の海王二十年書目などが制作された。東大に入る際、再び多くの書物が失われたが、礼儀常徳の提言のほか、議長、愚勢難、カオシーニなどの働きもあり、蔵書は再び徐々に蓄積された。随所形跡し、日本国未在書目録から、 国立国会図書館デジタルコレクション、日本国未在所目録の公共や論語屋のページ。日本国未在所目録の分類は随所形跡史を踏襲している。随所形跡史はもともと五大誌史の一辺として編纂されたもので、礼儀常徳によって五大の聖史の編纂が提言され、上岸三年に議長らによって五大史伝が完成した。しかし、ここには、 志が備わっていなかったため、う安氏、李し、りじゅらによって、追加の編纂が進められ、県警元年に完成した。随所形跡史は4部分類を取り、その構成は以下である。以上、合計89,666巻の書物が記録されている。随所形跡史は、完全な形で現存する第二の目録であると同時に、 寛大以来の学術の流れを総括したものであり、その資料的価値は高い。その分類法は、現隆史書76を継承したところが多い。随所形跡史は、漢女芸文史に次ぐ分類の基準を定め、以後の旧当女、新当女などの生死の目録はこれに依拠しながら分類法を定めた。また、日本の藤原佑世の日本国見在所目録も、 随所形跡史の分類法を取り込んだものである。以後、四個全書総目定用に至るまで、随所形跡史の定めた基準が細かな改良を加えられながらも用いられ続けた。漢から随等にかけての書籍の流伝を知る上では、経書に関しては、陸の利明の経典釈文序録、歴史書に関しては、竜と萌育の出録野編も有力な資料となる。旧東女形跡史と、 新登場芸文史、旧、東場は、更新の頃に作られ、形跡史は、その一部である。この目録はもともと開元戒厳年間に部が作った、古今目録を抜粋したものであり、東大初期の書物しか載せていない。全体の分類としては、むね、随所形跡史を踏襲している。また、各部門の総論、各米の創設はなく、全体の総論があるだけである。内藤コナンは、 これを目録の逮捕であると表現している。新当助は北宋の頃に作られ、芸文史はその一部で同じく四部分類である。各分類の中に著録と不著録の二種があり、前者は古今目録にやや手を加えたもの、後者は古今目録後にできた新たな灯台の書物を追加したものである。宋助はさらにそ略になり、旧当条形跡しまでは、 ある場所に現存していた書籍に対して作られた目録であるが、新当女芸文史に至ると、編纂者が実験した書籍に対する目録なのかどうか、判然としないものになった。旧当女経石史と新当女芸文史においては、仏典は古武の道家類の中に収められているが、これは仏教より道教を優先した当代の政治的背景を反映したものである。 同家類の中に仏典を収めるのは評判が悪く、次の数分層目では借家として独立した分類が立てられた。これ以後、同教経典、仏典は古部の中に分類される形が取られるようになる。北宋の宮廷図書館の書目としては、史官神廷書目、間隔図録目録などのほか、数分層目が作られた。北宋の文人である王洋修は、 新当初の編纂者であると同時に、数分層目の序録の執筆者でもある。この序録には、学問の変遷が整った体裁で記されており、後世の評価は高い。また、元は一部一部の本に解題が付されていたらしい。南宋の宮廷蔵書目録には、中高感覚書目がある。また、宋代に入って、木版印刷が盛んになるにつれて、徐々に、 書物の量が増え、個人の増書家が民間の図書目録を制作するようになった。個人の増書家による目録として、著名なものに、南宋の有望、水発動書目、明田部、軍裁読書士、チンブリ孫、自家最小6階台の三書が挙げられる。水発動書目は、署名と関数だけを挙げた書目である。書物階台を備える、 最初の民間図書目録が軍裁読書誌で、明公部は手に入れた本を交換しながら読み通し、それらの書物の要項を書いた。これは、ある個人が実際に入手した本をもとに自ら書き記した記録であり、記事の信頼性はかなり高い。また、自家最初録解題には、それぞれの書物の入手経路などが合わせて書かれている点に特色があり、書物の解説を 解外と称するのはこの本に始まるとされる。南宋には、先日した、帝将のほか、高木孫、王,王林、馬丹林らも新たな目録学の知見を示した。現代になると、宋主芸文史が作られたが、乱雑であると評価されている。その著録方法は、新当初芸文史と同じであり、宋代に作られた四つの目録を一つに合わせた上で、不著録として、 壮大末頃の本を補ったものである。ここに至って、聖書の芸文史は行き詰まりを見せ、これより後に聖書を編纂するときには芸文史は作らないか、作るからには別の方法を取る、というように変化した。なお、現代の宮廷図書目録は現代には伝わらないが、秘書監視によってその蔵書の大略は知ることができる。秋代の蔵書目録が様式、 文猿各書目である。前代の蔵書目録より、全体の数量ははるかに多いが、書名と、冊数だけを記録し、関数は記録せず、先人の生命さえ記録しない場合が多い。戦隊金はこれを、漢中書庫の帳簿と称し、よよシミスズは、ずさんな編集であるとして批判している。これ以降、秋代の漢蔵書目は十数種類のものが作られた。秋を通して、 目録学は下火であったが、民末になると、章によって、国史形跡史が作られた。これは四部分類を用いながらも、細かな分類については、通詞の形式を取り入れている。一部独自の分類法を試みたほか、付録として、漢情芸分子、随所形跡史、創史芸分子、数分総目、通詞、 軍災読書誌などの古来の目録に対して分類の誤りを正すなどの新たな議論を展開している。各書に対する解題はないが、分類に対する創除はあり、学問の源流を論じるところもある。その一部は四個定用の序論のもととなった。書籍の流通量の増加に伴って、民末新書の間には増書化がますます増え、その目録も数多く作られた。戦後ろ、 同書目は、後に民主、民史芸文史の基礎となった。他に、丹精、同書目、工具もろう書目、旧古格蔵書目なども著名である。戦争の読書便旧記は、珍しい本を入手した際に、それを記録した目録で、最初の陳本修造の解題である。四個、帝王、四個全書総目帝王解題を含めた目録の決定版として、新代に、 県隆帝の命令で作られた四個前書総目帝要がある。これは四個前書の編纂が進められる中で、著録書と有目書きの解題だけを集めて作られた本である。四個帝要は一万種を超える書籍を掲載しながら分類に対する説明と各書籍に対する説明を両方備えている。その解題では、 書籍の内容のほか、著者や時代の来歴、漢本、写本といったテキストの問題が論じられている。四個定用に対する補定として、シ吉美鈴の四個定用弁償、古玉神の四個定用弁償補正などがある。シカゴ大学で関籍整理を行ったセンソン君は、伝統的な四部分類を近代に運用する際には、以下の欠点があると述べた。枠組みに、 柔軟さがないことについては、しみすずも古くは存在せず後に生じた、分類の書物は分類の貴族先がなく、雑多に小武に収められたことを指摘している。また、類書や創社の分類もしばしば問題になる。こういった問題点は確かに存在しているが、中国の歴史上長く用いられてきた四部分類は強い根を張っており、近代になっても、 分類法を簡単に変更することはできなかった。また、近代中国の図書館の整備にあたった森貞友は、図書の分類は、学術の分類に基づくという目録学の理念に、対し、必ずしも両者は一致せず、学術史は、学術史として別に記述するべきことを述べている。地雷目録学者、必ず、弁償学術公共源流をもって、愛意標榜し、もっためく、 ゼノゴトに、ヒざれはもって、その道を尊ぶに足らざるなりと。知らず、学術源流の考え鏡は、まさに別に学術史著術史を占してもって、これを総論すべきよ。今のあるを知らず、すなわち、図書目録中において、これをのべんと欲するは、これあたうべからざるなり。森里とも、高阿ナ神義魔球八中国文学研究者の吉川、康次郎は、目録学は、 必要な技術ではあるが、書目を見ただけで読書した気になることは問題であると述べている。また、同じく中国文学研究者の金文教は西洋の図書分類はどちらかといえば、検索の便利を主目的として発展し、現代の図書館情報学がその延長線上にあるのに対して、中国の目録学は当初から文化し、学術史的な色彩が濃いことを指摘している。 そして、ある書物を研究するにあたっては、その書物の内容、著者、時代背景などを調べると同時に、その書物がその時代の文化体系の中で、どのような位置にあるかを理解する必要があり、目録学はその助けとなるものであるとする。関石カード目録の例ここでは、京都大学人文科学研究所図書館の場合を、例として現在一般的に用いられている。 関籍目録の記述内容を説明する。京都大学人文科学研究所図書館では、関籍を受け入れる際、まずその一冊の本に対するカード目録を作成する。カード目録には、署名、選者、関数、小国といった情報が記載される。このうち、小国には、いつ、どこの誰が、どこで、どのような方法で出版したのかが記される。こうした記述によって、 目の前の書がどのような本なのかを明らかにするのがカード目録の作成目的である。こうして一つの書籍に対するカード目録が完成するとこの書が全体の分類の中でどこに位置づけられるかということを定める。京都大学人文科学研究所図書館では伝統的な四部分類に総書部を加えた五部の分類によって各書物を分類している。 ありがとうございます。